おはようございます。バーチャルクリエイター、テルダリコーヨーです。これから500キロ以上のロングドライブが始まります。知床遠征へ向かわせていただきます。ETC を通過します。ここ札幌南インターですね。ここからだいたい514キロだったかな、514キロぐらいの長いロングドライブ、知床までの道のりです。意外にうるさい。まずはね、ここから札幌ジャンクションの方へ向かいましょう。はい、ジャンクションでございます。ここからね、旭川方面へ向かわせていただきます。道央自動車道の北側ですね。南側は函館の方へ向かうものになっております。はい、 ETC でございます。ちなみに札幌小樽区間、じゃあ札幌区間の道央自動車道は310円 K の場合ね、310円で通行することができるようになっています。あれです、札幌版首都高みたいなもんです。多分ね。さあ、ここは江別でございますね。昨年もやってました、ダークソウルっぽいテロップでお届けをいたしましょう。ドゥーンってね。あ、岩見沢でございます。もうね、高速乗ってるとね、どこはどこだったかっていうのが全く分かんないからね、看板でどこだったかっていうのは判断してます。まあ同じ場所ですからね。はい、三笠です。三笠の古く眠る大地って、よく去年こんなネーミングしたな俺。雨降ってきた。はい、内江町に到着でございます。まあ行きが雨だったら、まあ行きが雨はまあ別にいいんですよ。うん、別にね。はい、砂浜についている川、砂川ですね。俺はさあ、そろそろ、一旦ちょっとサービスエリアに入っちゃいましょう。はい、サービスエリアインでございます。ここは砂浜側のサービスエリアに、北海道の中で最北、日本で最北のサービスエリアでございます。全然実感ないけどな。はーい、だいぶ濡れてるけど、まあ今雨止んでるから大丈夫か。はい、砂川サービスエリア今ほとんど閉まってますけどもね、まだ朝早いんで、もう最北っていうのをねしっかりとプロ PR してます。で、ガソリンスタンドもここで最後です。給油は忘れずに。滝のある川、滝川でございます。それ以外言うことねえな。はい、深みのタイガー、深川ですねこれ。すごいダークソウルっぽい。もうそろそろ80キロ制限のところになってくるのかな。あ、ようやく80キロ制限になりました。で、俺ね、あんまり車でスピードを上げようとしないタイプなんで、今こっちもおよそ80から85キロぐらいで走ってる状態でございます。オートクルーズは便利だぞ。そろそろ旭川に入ったところかな。旭川の端っこ、カムイコタンに入ったはず。あ、一車線になってきた。よーし、そろそろねピップジャンクションが近づいてきたんじゃないかなとは思います。
そう、この1車線になってからもうさらに長いんだよね。旭川を丸ごと抜けるから。よし来た。石の多い場所、ピップ町でございます。まあ全部アイヌ語ですけどもね、アイヌ語源ですけどもね。でジャンクション入る前にもう一回休憩挟みましょう。もうこの時点でね、大体140か150キロぐらい走ってるんですよ、実は言うと。そう、想像している以上に端折りました。ピップジャン、あ、ピップのサービスエリアはまあそんな多いものではないです。あのトイレと自販機がある程度です。大雪山系も見えます。ではジャンクションに入りましょう。 OK、 これで上川門別通りに突入いたします。あの有料道路はここまでで、ここから先は全部あの無料で通行することができる道路になりますね。総運橋の時もね、去年も行きました。確かあの2番目のところから入って、でそのまま上川総運橋インターまで行ったと思います。さあロングドライブはねまだまだ続きます。ということはこの超アドリブ北海道もまだまだ続きます。後編が待ってるんですね。長いんだここからが。